のことなら何でもお任せ、ザ・ゲームパワー。さあ毎度おなじみ小猫さんちのリビングからお送りするザ・ゲームパワー。小猫さんのところにはいつものゲーム仲間が自慢のソフトを見せびらかそうと今や遅しと待ち構えています。バンダイの渡辺くん。渡辺くんは怪獣を手にしてますが、今日持ってきたのはセーラームーン R。 僕ちゃん楽しみ。コナミの吉岡助教授。本日の助教授の講義はゲームボーイのタイニートゥーンアドベンチャーズ。カルチャーブレーンの溝添くん。今日もビシッと資産分けで登場。さあ何はともあれ月曜に続き堂々2日間連続でお届けするザ・ゲームパワー。 CM の後すぐ始まります。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。日記も楽しめてカードもいっぱい。コナミ。はい、それでは新作チェックからいってみたいと思います、はい、まずですね渡辺さんから、はい、ね、朝一発目ですから、ね、頑張ってください、はいはい、何今日はセーラームーン R を持ってきたんですよ。おお、いいですな。で、はい、セーラームーンっていうのは8月に発売したんですけど、うん、今度やっぱりテレビはセーラームーン R になってます。 R、 なるほどね、 R ね。で基本的には横スクロールのアクションゲームなんですが、うん、前回と違うところがありまして、なるほど、今アクションはアクションですけど、うん、チビウサってありますよね、うん、で今チビウサっていうのが出てるんですが、それだけで楽しむ、うん、モード、あと対戦、うん、セーラー戦士同士の対戦もできるという、いろいろ、うん、何やりましょう今日は。今日は普通のアクションアクションでやってみました。はい、今日師匠にもあ一緒にやっていい、嬉しいな、もうこれ待ってたんだ。それでどれ好きなキャラクターやります、うん、はい、それでもいいですよ。いい、うさぎちゃん真ん中のうさぎちゃん、これ OK、 はい、では私はこっちの。いいね、はい、スタート、はい、出てくる、あ、いたいたいた、いいな、これ大好き僕、このピューッと飛ぶのね。はい、で、あ、もうやられちゃった。はい、じゃあ説明してください。はい、特殊攻撃がありまして、Y ボタンを押しておいてちょっと弾、上のゲージが溜まりますと、あ、シャボンスプレー、あー、わかった、掛け声とともに必殺技が出ますね。エルね、僕を投げないでください。すいません、なんかちょっと待って、エルやりたいんだけど、ちょっと待って、ということで、ね、ちょっとやらせてあげるやつ、ね、なるほどね、L をずっと貯めておいてやると、ね、特殊攻撃組んだ時にも、はい、投げ技がありまして、うん、これ仲間同士でもや、ね、組むとやられちゃうからね、はい、頑張って頑張って、接近戦はね、前じゃなくてあの B、 B で B、 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 それでね、危なくなったら A で飛び上がる。こういうなんか逆立ちしてくるくるってしまう。お、これすごい、あれはどうやるの。これはもう A ボタンを押せば、あ、そうか、キャラクターによってなの。キャラクターによって全部違うんですよ。これいいね、これ僕ちょっとやってみたい、はい、これいい、これいい、これ最高だよ、これずっとこれやっていたい感じ。なるほど、はい、わかりました。と全部あの今キャラクター出てきましたけど、 それぞれ特殊攻撃は全部、はい、5人、あー、それで楽しみ、好きなキャラクター以来も、うん、やられると泣くんですよ、やられちゃうと泣いちゃうんですよ。女の子らしくていいね、うん、で今これステージ止まってますけど、ね、はい、やっつけるとどん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 右へ進んでいきます。なるほど、ね、でボスがいてっていうのがあるんです。わかりました。一人でじゃあの奥はお芋売ってたんですね。知らなかったですね。はい、わかりました、どうもありがとうございました。よろしくお願いします。楽しいね、でもね、こうやってみんなでやるとね。じゃあ次行きます。今度は、あ、助教授、はい、吉岡助教授、よろしくお願いいたします、はい、今日はゲームボーイで、はい、タイニートゥーンアドベンチャーズ2を、はい、紹介しましょう。これは発売が12月22日でちょうどね、クリスマス前にそうですね、お父さんお母さんに買っていただくといいかななんてね。抜け目がないですね。はい、
これはあのモンタナっていう意地悪そうな顔したね、キャラクターがいるんですけど、それが映画館を作って、自分で映画を作ったと。それがまたひどい映画なんですよね。もう自分が主役で、でバスターバニーが怒って、映画の中に入って活躍するんですけどね。じゃあちょっとゲームいきましょう。ストーリーの設定が面白いよね。ね。中入る。可愛い。あ、いい感じ出てるでしょ、ね、感じ出てる。これでモンタナが吠えたりして、ね、よく見るやつ。さあ、それで、あ、でこれはもうストーリーの中入りますね。こうジャンプしてバスターはね、こう人参が好きなんで、人参取って、これ人参取って取っていっちゃっていいわけね。はい、こう敵を踏んづけて、途中サブゲームが結構あるんですよね、何種類も。あれがいいよね、音楽とあと飛び上がり方がね。あの山のところにもモンタナの顔が出てたり。音楽がいいね。あらしてしまいましたね。今の なんでですか。あのサボテンに触ってもダメージがあれなんですよね。敵というよりもね、サボテン危ねえんだな。そうなんですよ、トゲがありますね。急にね、あ、トゲがね、あ、人参取りそうになっちゃった。あ、あそこにあるサボテン、危ない、ほら、危ないって言った。今のはわざとです。で、ここどう、ゴーゴードードっていうありまして、これでルーレットが出てます。あ、なるほどね。このキャラクターによってね、あの食いしん坊のキャラクターのところに泊まると人参食べられちゃったりするんですけども、これ当然あのこうルーレットのいいところで何か稼いだりできるわけですよ。稼いもできますし、あのダメージが回復したり、回復したり。あ、いいな、それは面白い。わかりました、ありがとうございました。というところで元気がいいよね、こうね。あ、もしかしたらこれが来たんじゃないか。はい、どうぞラーメン。はいはい、マイカちゃんです。いやちょっとめまいがしちゃった。さっき死んだでしょ。そう、また上のけてきたの。とっておきって意味で。とっておきうまいな。じゃあお願いします。行きましょう。いや、とっておきね。今日またすごいんだこれが。本当楽しみだね。斬新かつねレボリューション。いいな。ではね、いいかな。では出前タイムスタート。注文もないのにまたまたお届け、タカちゃんの新作出前タイム。1本目は装いも新たに登場、ヒューマングランプリ2。ご存知 FOCA 公認のスーパー F1 ゲーム。好評だった操作性に加え、今回は初心者にも優しいハンドル操作を追加。オリジナルドライバーの設定やオリジナルマシンのセッティングなど楽しみ方もいろいろ。2プレイ1プレイどちらもリアルな走りが楽しめます。さて2本目は PC エンジンのゴジラ爆闘列伝。モードはハード、ノーマル、イージーの3種類。ワンステージに2体の怪獣が出てくるので、どちらかを選んで勝ち上がっていくと、最終6ステージは6体の怪獣が登場。今出ているのはアンギラスだけど、全ステージが映画に忠実に作られていて、鳴き声もまさにリアル。うひゃー、こいつはすげえ。さあ、変わってはありきたりの RPG じゃつまんないって人におすすめ、ソウル&ソード。仲間が3人になったら、あとは全くプレイヤーの自由。大小さまざまな冒険のどれをやるか、選択もやる順序も全て自由。最初はちょっと戸惑うかもしれないけど、自分で信じた道を進むのが一番。さあ、冒険の島バルカンへいざ行かん。さあ、変わったはゲームボーイの新作、ミッキーマウス5魔法のステッキ。これはアクションパズルゲームで、お城に閉じ込められてしまった仲間たちをミッキーが助け出すというもの。お城の中には4つのゾーンがあって、それぞれ強力なボスキャラが待ち受けています。さあ、4種類の魔法のステッキを使ってミッキーはみんなを助け出すことができるか、といったところで、この続きはまた次回お届けします。いやー、これ人気出ますよ。いいなー、すごくいいよこれは。もうとりあえずなりますね。そうだね、はい、じゃあ次のコーナー早速いきますけど。いきますか。あのほら、このハウトゥーパワーアップね、みんなも合わないでしょ、声が。いいこと考えたの。どうしますか。僕がハウトゥーって言ったらパワーアップ。あー、なるほど、わかりました。ハウトゥーパワーアップ。完璧じゃないやるとやる新人と思えないですね。じゃあ、ソフト紹介してくださいね。はい、今日のハウトゥーターゲットはスーパーチャイニーズワールド2です。
はい、水添さんどうぞよろしくお願いします。早速いきましょうかね。今日はですね、もう10月の29日に出たですね、ばかりのスーパージャイアンツ、最高ですね、グッドタイミング、グッドタイミングで、あの序盤戦の強敵ですね、タッカーブルっていうのをちょっと攻略して倒していただきたい。これが手強いでしょう、結構、ね、はい、結構ですよ。じゃあここのところを攻略しましょう、はい、で今画面を見ますと、こうなんかこう主人公ですね、上に今ブルがいますね、ちょっとこう会話が何シーンかありまして、まあ相手はですね、自分を挑発しているところなんですけど、でこう見てると大きいキャラクターでかいでね、でここでまずジャック龍、龍君を選んでください、ね、そして気合を貯めて大きくなってください、なぜ龍を選ぶかっていうと、あのこのジャンプキックっていうのを持ってましてね、遠くからでも一応攻撃があるんですよね、大きい相手にはジャンプキックがいい、はい、そしてあとこの右上にタッカーブルの体力出てるんですけど、普通に殴ってもですね1しか減らないんですよね、だからね大変これ大変だよ、まだ100いくつあるもん。ところがこれ倒し方がありましてね、今私がやってますようにちょっとこう頭を狙ってですね、こう何回か攻撃してください。でこれ回数がちょっと決まってないんですけどね、頭をさっきを狙うと、はい、今ちょっと、ちょっとあれだけど、ポーズかけます。でもかなり効果がある。お腹がですね、パカッとこう部品が開いてですね、弱点が現れたんですね、そこを狙って攻撃すると大ダメージ与えるんですね。でそこでまあ普通に攻撃してもいいんですが、このブーメランというアイテムを使うと、特にあの離れてても当たりますから、これ使うと楽に倒す。でちょっとやってみますね。そこ。そういうとこ、もう一気に20まで減っちゃいます。あ、本当だ。でもう一回当てると、もうゼロ。やった。そうですね。すごい、はい、どうしたの水添さん。これはもうしっかりね、攻略の、はい、技を、今言った通りあの頭を狙うと、そして弱点が開いてからお腹を攻撃すると、これをやらないと、1しか相手減れませんから。いやー、恐れ入りました。完璧にやってくれましたね。はい、今までの水添さんとは偉い違いでございます。さあ、それではあのプレゼントのお知らせいきましょうね。はい。はい、今週はハウトゥーパワーアップで紹介したスーパーチャイニーズワールド2を10名の方にプレゼントいたします。プレゼント名を明記の上ハガキでご覧の宛先までご応募ください。当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきます。せるわけ、はい、なんか失敗そうにやってたら大丈夫ね、大丈夫だ、だんだん慣れてくるからね、はい、そういうわけでありまして、もうあっという間に時間が経っちゃいました。今日はありがとうございます。皆さんよくやってくれたけどね、今日は最優秀賞、最高、ビシッと決まりました。拍手、すごい。そして最優秀冗談賞はやっぱりとっておきですかね。うまいよね。もっと使いたいな。じゃあみんなでまた楽しくやりましょう。じゃあ今日はこの辺で、皆さんね、あ、今度はまた来週になりますね。来週もお楽しみに。さよなら。あのゴジラがついにスーパーファミコンに登場。興奮を呼ぶ迫力のアニメバトルシステム、超ゴジラ、12月発売。怪獣格闘技超大作 PC エンジンでついに完成。ゴジラ対16大怪獣が激突するスーパーバトル、ゴジラ爆闘列伝、3月発売。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。